はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、ちょっとおしゃべりしながらメイクでもしていこうかななんて思ってます。黒髪にしてからそういえばメイクの動画撮ってないような気がしたので、黒髪のメイクみたいな感じでも参考になったら嬉しいです。ということで、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ではメイクしていきたいと思います。あ、ちなみにカラコンはね、最近ずっとこれ使ってるんですけど、レビアのプライベート3っていうカラコンを使ってます。ワンデーのカラコンで、すごいなんか自然な感じで可愛いんですよね。これ最近これ使ってる。ヘイリーっていうカラーもあるんですけど、それもたまに使ってます。レビアはね、すごいナチュラルに蒸れるから、私は最近結構レビアのカラコンばっか使ってます。もうちょっとなんかいろんなカラー試してみたいなとも思ってます。ではまず下地塗っていきます。最近ですね、ニキビちゃんがすごく増えてきました。私あんまり肌荒れしないタイプだったんですけど、前まで。最近ちょっとニキビができ始めてしまって、どうしたらいいんだろうかと悩み中なんですけど、でもやっぱニキビってビタミン不足みたいな言うじゃないですか。結構友達とかでもニキビできた時どうしてるって聞くと、もうなんかビタミンのサプリ飲んでるとか、積極的にこうビタミンを取ってるイメージがあって、だからなんかまあそういうサプリとかでもいいと思うんですけど、サプリって飲むの忘れちゃったりとかすると思うから、私はもうビタミンの美容液、ビタミンがすごい入った美容液とかを使ってます。ボディショップのやつ私使ってるんですけど、それ使ってからここのねニキビとか、これちょっとニキビ跡できちゃってるんですけど、このニキビ跡とかもちょっとマシになってきた気がします。なのでおすすめ。あとはやっぱシカかな、シカ系のやつを使うようにしてますかね。ファンデーションはこのナーズのクッションファンデ。クッションファンデってマジで楽じゃないですか。すぐ塗れるから、ね、手も汚れないし、すごいいいなってやっぱり思います。このナーズのやつはすごいカバー力が自然な感じ、なんかこうカバーしすぎないし、でも肌は綺麗に見せてくれて、すごいお気に入り。私ファンデーションは割と薄付き派というか、ナチュラルにやりたい派なので、結構このファンデは気に入ってます。今日はもう本当にカバーしたい時、何が何でもカバーしたいんだっていう時は、ティルティルのやっぱクッションファンデが、友達も使ってる人多いけど、あれやっぱすごいですね。均一な肌になる気がします。でちょっとこの跡とか消したいので、コンシーラーはこれを使います。シャネルのやつなんですけど、これ新しく出たやつで、私は10番、私今手に取って塗ってるんですけど、スティック状だから細かいところもなんかこうクマとかこうやって触って使えるからいいですよね。ナチュラルに、よし、こんな感じかな。ベースメイクはこれで OK。 じゃあアイシャドウ、アイシャドウはでもね、最近結構ナチュラルな感じなんですよね。あんまりこう色を使わずにブラウン系で締めることが多くて、結構私使ってるのこのルーシーのやつ、これね、何番だったかな、6番、06番のやつで、こんな感じのカラバリなんですけど、結構ブラウン系が多くてめっちゃ汚いこれ使いやすい。これまずは明るいカラーでこの色をベースに塗っていきます。アイホール全体的に。あ、ちなみにこのブラシはね、マックのブラシなんですけど、217番、すごいブラシのなんか長さとか密度とかもちょうどよくて、最近このブラシめっちゃ使ってる。アイシャドウ塗るときに下にも入れちゃいます。うん、OK。そしたら次ちょっと濃いブラウンをのせたいので、この色、右上のカラー、これを二重幅ぐらいかな、ちょっと二重幅よりもはみ出すぐらいに入れていきます。やっぱりちょっとだけこう濃いブラウンカラーを入れることで目元が引き締まるから、今日抜け感作りたいなっていう時とかはさっきの明るいカラーだけで終わることもあるんですけど、でも大体はこの濃いブラウンを重ねて締め色として使ってます。あ、なんかちょっと今日塗りすぎたかもしれないです。でも大丈夫か、こんな感じで。で、今と同じカラーを斜めカットになってる細めの筆に取りまして、下まぶたにも目尻の方に重ねていきます。ここら辺はあんまり前から変わってないかな、入れるところというか、まあ、大まかなメイクの仕方はそんなに今までと変わってないんですけど、ただ結構やっぱシンプルになってきたなって感じですね。アイシャドウこんな感じです。
かオレンジっぽく見えますね画面だと。結構ブラウン系なんですけど本当は。そしたらばアイラインを引いていきます。アイライン結構私ね最近いろんなアイライン使うかも。なんかちょっとラメが入ったアイラインとかブラウン系のアイラインも使うしブラックも使うし、前まではアイシャドウでこうちょっと色変えたりとかして遊ぶことが多かったんですけど、最近は割とアイラインでなんか遊ぶことが増えました。今日はどうしようかな。今日ちょっとでもあの服にイエローが入っててイエローのアイライン使いたいなって思ってるから、まずはこのシンプルにブラックのアイラインでライン引いていきます。これはちなみにあのペンシルタイプなんですけど、ペンシルタイプやっぱ私描きやすいなって感じるな。リキッドもやっぱ微調整とかもしやすいですし、ブラシが細いからいいんですけど、リキッドだとちょっとこうくっきりしすぎちゃう感じがあるので、そういうラインが好きな方もいると思うんですけど、私はちょっとこうぼやけたというかアイラインも好きなので割とペンシルで描くことが多い気がします。てかメイクに集中しすぎて全然おしゃべりしてないな。今日本当はね喋りたいことがあったんですよ。じゃあ喋ってって感じですよね。なんかメイクの説明しちゃって喋るタイミングがつかめないけど、ちょっととりあえずこんな感じでアイラインは引けました。でイエローのアイライナーなんですけど、このウズのねアイライナー、これウズって結構カラーライン有名だと思うんですけど、今回このリニューアルしたんですよね最近ウズのアイライナーが。をちょっとどうしようかな、どこに引こうかな。もうラインに重ねて上でも可愛いし、逆に下に重ねても可愛いんですよね。この二重幅からピッて出るのも可愛いけど、ちょっと今日下に引こうかな。ここのアイラインの下に重ねてこんな感じでちょっとだけワンポイントにイエローを。可愛いなイエロー、足りれない感じがいい。はい、こんな感じで引いてみました。どうだろう、可愛くないですかこのイエローポイントになっていいと思います。よし、そしたらマスカラをしていきましょう。マスカラは最近はマックのマスカラ使ってます。すごいあの綺麗に伸びてくれてボリュームも出てめっちゃ推しますから。これじゃあちょっと本題に移ります。本題というか話したいことがあったんですけど、私生理中とか生理前になるとなんか病むんですよ。病むっていうほど深刻ではないけど、なんかやっぱこうメンタルが弱くなるっていうか若干不安定になるんですね。結構そういう時期ってなんかいろいろ考えちゃって頭の中でぐるぐるそれが回ってなんかどん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 不安になってみたいなっていうことがあるんですよ。めっちゃ昨日それがちょうど来て、あーでまたかとか思ってたんですけど、なんか昨日はいつもとちょっと違う感じがあって結構重たかったんですよね私の中で。だいたい私そういう不安事があった時はまあなんか寝るとか他のことに意識を向ける。悩んでる時ってそれを考えることしかできなくて、で考えても分かんない悩みとか漠然とした悩みとか不安とかだと答えが出ないじゃないですか。だから結局なんかもやっとした感じでずっとこう引きずっちゃうみたいなことが多いから、だから他のことに意識向けようっていうので寝るとか、あと私は結構もうなんていうんだろう、物理的にっていうか強制的に他のことを考えられないようにヘッドホンで爆音で音楽聴くみたいな。爆音で音楽聴いてる時って何も考えれないじゃないですか多分、もうそっちに意識が行きすぎて。だからまあそういった感じでやったりとかしてるんですけど、昨日は結構やばくて自分の中で、まあ私はいつも不安になるとしたら将来の悩みとかなんですけど、寝ようと思って目閉じると逆になんかすごいぐる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 頭の中で、まあどうしようどうしよう、やばいかな大丈夫かなみたいな不安が巡ってしまって、これはやばいなと思って、なんかみんなに昨日インスタのストーリーズで漠然と不安になっちゃうことあるとか、なんかそういった時ってどうその気持ちと付き合ってるのっていうのを聞いてみたんですけど、それがすごいためになって、でやっぱすごいたくさんいるんですよ同じ方が、私もありますみたいな、でまさに今もそうでとかすごいたくさんいただいて、でまあストーリーズでねその質問のやつで募集っていうか
みんなに聞いてみたんですけど、なんかぜひシェアしてくださいっていうお声もいただいてたから、ちょっと今日はそれをねみんなにシェアしていこうかなと思ってたんです。でやっぱねなんか不安ってどうしてもねこう抱えがちで、私自身がそうなんですけど、あんまりこう自分のことを他の人に相談とか話すっていうのが苦手なんですよ。めちゃくちゃ結構昔からだと思うんですけど、なんかいくら信用してたりとか信頼してる人とかでも友達とかでも、なんだろう、もちろん相談したら一緒に悩んでくれると思うし、すごいこういろんな言葉をかけてくれるとは思うんですけど、なんかなんだろうな、多分自分のことは自分でっていう思いが強いんですかね。こうこれはもう自分自身の悩みだから、自分だけの悩みだからって思っちゃってるのかな。あんまり話すことができなくて、そう結構なんか溜め込みやすいタイプなんですね私って。そうだからちょっとみんなのそのなんか対処法っていうかを聞いてみたくて、みんなに質問してみたんですけど、結構本当にみんなめっちゃたくさんバーって送ってくれて、すごいやっぱみんな悩んでることとか不安になることってあるんだなと思って、ちょっとピックアップして何個か紹介したいなと思ってるんですけど、いつの間にか忘れてる、確かにいつの間にか忘れてることもあります。私も結構こうどうでもいい不安とかだとやっぱ寝て起きたらもうパッて変わってることが多いですね結構、確かにそれもあるな。あ、紙に書き出してみるとかね、その不安はやっぱ実際にこう不安って漠然としすぎてて、なんかこうふわっと頭の中で浮かんでるだけじゃないですか。でもそれを確かに紙に書き出してみると目視できるから一個一個だから、なんかまあこれはそんなこともないのかなとか思えるのかな。これあんまやったことなかったな私。友達と遊ぶ、話すとかね。あ、でも他の、やっぱ他のことに気分転換させる、散歩するとか。確かにわざと他のことをするけど、でもそれがいい。やっぱでも、なんか人に話す人もいますよね、もちろん。ちょっとごめんなさい、眉毛描きますね。これ話してるとメイクできなくなってっちゃうから、ちょっと眉毛描きます。そう、私はやっぱさっき言ったみたいに、あんまりこう自分の気持ちを話すっていうのが得意ではないと思うんですよねきっと。自分の中で考えてることはあるんですけど、それを言葉にして出すっていうのがすっごい苦手で、だから結構私こう会議とかなんかこう急にパッて振られた時どう思いますかって言われた時に、なんか自分の中で思ってることはあるんですけど、それをうまく言語化できなくて、なかなかちょっとこう言葉が詰まっちゃうとかっていうのがすごいあるんですよね。そうだからなんかうまく話せるようになりたいなってめっちゃ思う。あ、映画見たり誰かになりきってライブしてる。かわいい。他のことをやるっていうので、その不安な気持ちを一旦どっかにやると忘れてたりとかもするので意外と。あ、考えを見る機会にしてみる。第三者になってみる的な。これもいいですね。なんか、そう長文になっちゃうから DM で送りますって言って DM わざわざ送ってくれた方もいたんですけど、その中に、自分がもし自分の恋人だったらっていう風に考えるのいいなって思いましたっていう DM が来て、最初私どういうことだろうと思って理解できなかったんですけど、よく考えてみると、その自分って自分なんですけど、でも一回自分を俯瞰で見る、難しいな、自分の心と脳みそを別にしてみて、ちょっと難しいんですけど別にしてみて、自分の心が恋人だと思って、そう思ったら自分をこうどうケアしていくとかどう対応していくみたいな感じで考えることなのかなと思って、確かにでもそれはいいなっていう風に思いました。やっぱ人生で一番一緒にいるのって自分だと思うから、その自分を恋人としてこううまく付き合っていく、まあ、だから言ったら多分自分をこう分析してって言うと言い方悪いかもしれないけど、自分っていう人間がどういう人間なのかっていうのをちょっと理解する努力をしてみて、その気持ち、その自分の心とどうやって付き合っていくかっていうことをですよね多分。だから自分にアドバイスするならみたいな感じで考えるのかな。落ち込んでる自分にどうアドバイスするっていう、 それもすごいいいなって思ったかな。心配事の9割は起こらないって思ってます。いいですね。まあでも確かにね、時間が解決してくれる。そう、やっぱ不安になることって、まあ、私はその将来のことってさっき言ったけど、将来のことなんて今考えたところでじゃないですか。まあ、もちろん計画的に何かをするとか直接的にこう将来に関わることとかはやっぱりあるとは思うけど、
何が起こるとか分かんないじゃないですか。本当に数秒後すら分かんないのに、その未来の将来のこととかについて考えたところで、確かに何も起こらないなっていうのはありますよね。未来じゃなくて今を見るっていう、悩んでも無駄だなとは実際思っててもやっぱりね、悩むこともありますよね。まあでもなんか、まあそのなるようになるっていうか、どうにかなる、人生どうにかなるっていうようなスタンスを持てるとすごい楽だなって思います。私もしなたでしっかりしてるよねっていう風によく言われるので、なんかあんまり多分悩み事とかないんだろうなって思われてるのかなって思うんですけど、意外と私ネガになることも多くて、全然夜急になんか涙が出てくる時もあるんです。なんかこれすごい病んでる子みたいになってるけど、でもないのかな、みんなどうなんだろう。私は結構一人で考え込んじゃって涙が出てくることもあるんですけど、でもそういう方もいました。もうとことん不安になってもう泣きまくるみたいな。でもそれがこう、なんだろう、デトックスになるっていう方もいると思うから、特にやっぱその生理前とかは心がすごい不安定だから、そういう時間が多いんですけど、結構特に夜かな、夜にそういう時間が突然来たりとかするんですけど、何の話だっけ。何を言いたかったんだっけ私これで。あ、そうで、結構前からなんかそうやって考え込んじゃう時もあったりとかしたんですけど、私は何のきっかけだったんだろうな、何のきっかけか分かんないんですけど、やっぱどうにかはなると思うんですよ、人生よって。どうにかはなるじゃないですか多分。例えば仕事がなくなっちゃったってなったら、また新しいとこ探して、探してる間バイトとかでもいいと思いますし、その時になってみないと分かんないけど、その時のメンタルとか自分の置かれてる状況とかになってみないと分かんないかもだけど、それをそうもなってないのにそうなるかもとか、そうなってる状況を勝手に想像して、なんかそれに心配してるって、まあ、ちょっと無駄な時間でもなってあったりするわけじゃないですか多分。まあ、今現在その段階で悩んでるという方ももちろんいると思うんですけど、結構その悩んでる方で勝手にこうなるかもって想像しちゃって悩んでるとか不安になってるという方もいると思うので、それはなんか意味ないっていうか、今にこう目を向けれてないなっていう風に思って、そうなった時はそうなった時で多分なんとかするだろうし、まあ、人生多分なるようになるっていう風にちょっとずつですけど思えるようになってきたので、その考えを持てるとすごく救われるなっていう風に。多分私が言ってることすっごい統一感がなくてバラバラだと思うんですけど、私の考えの中にその考えもあります。でもそれでも悩んじゃう時もあるんですけど、それが昨日だったんですけど、でもそういうのも思えるようになったっていうのは一歩成長かなって私の中では思いますね。ちょっと変わるのかな、だから本当私ね言葉にするのが苦手なので申し訳ないです。じゃあちょっとチーク塗りたいと思います。チークは最近濃いめに私ハマってます。ちなみにアイシャドウがやっぱブラウン系でシンプルな分、チークとかで色を足すっていうのにハマってて、結構濃いめに入れてますね。あとはうまくいった時のことを常に考えて行動してる。うまくいってることを想像したら本当にその通りになったりしそうですもんね。言霊じゃないけど石玉的な。ポジティブな友達に相談する。海外行ってリセットもいい。確かにな、海外って本当いいですよね。なんか何も考えないっていうか、世界は広いなって、まあ本当ありきたりの言葉にはなるんですけど、世界は広いなって思います。まずね、言葉が通じないっていう時点でなんかすごい逆に振り切られるというか、あ、なんかこんな広い世界で私の悩みちっちゃくないみたいなね、なったりしますよね。あ、でもちゃんと向き合うっていう方もいますね。たくさん泣いて一番相談できる人に全部話す。それでも不安は収まらないものだけど少し楽になる。それから少し考えてみて、今自分が一番できることから一つずつ解決します。本当向き合わなきゃいけない悩みとかだったら、やっぱいずれはこう目の当たりにしちゃったりとか、やらなきゃいけないとかってなってくると、一個ずつね、こう全部をいっぺんにガッとうまくやるなんて絶対誰も無理だから、一個ずつちょっとずつちょっとずつ解決して自分ができることを探すとか。でも本当にみんななんかそれぞれの悩みがあって、あ、人間って楽しいな。確かにね、なんかこんなにいろんな感情になるのって逆になんかありがたいっていうか、結局人間って楽しいななんて思ったりみたいなね。なんか人生がゲームみたいな感じで考える人もいますよね。自分の人生がゲームでプレイヤーとしてこう生きてる、楽しんで生きてるみたいな人もいますよね。それも素敵だな。ホルモンバランスが崩れてるからだって開き直る。確かに
なんかやっぱなんかのせいにできるってちょっと心が救われたりしないですか？私結構多分そっちのタイプかも。多分私って責任感が強いのかな。なんか自分でこう何とかしなきゃとか、自分でみたいな感じで思っちゃうことが多いから、なんかこうちょっとでもなんかのせいにできるとかってなると一気に楽になったりするかも。ホルモンバランスが崩れてるからしょうがないっていうね。それもいいかもですね。人生どうにかなるって言い聞かせても死にはしない。行き着く先はでもそこですよね。死にはせんっていう大丈夫、死なないから大丈夫。まあでもやっぱみんななんか悩みで言うと将来のこと、まあ仕事関係とか人間関係とかもそうだし、あとはやっぱ恋愛が多いかもしれないですね。トラウマがあったとか。私もそうだけど恋愛経験が本当になくて、それで将来ね、ちゃんとパートナーができるかなって考えちゃうとかっていう人も結構います。じゃあちょっとリップを塗りたいと思うんですけど、リップ最近私今更ながらケイトのリップモンスターを使いまして、それがすごく良くて気になるカラーを買ってみたりしたんですけど、今日はこれを使ってみようと思います。11番なんですけど、確かオンライン限定だったかな。これはこんな感じの結構ヌーディー系の色、こんな感じのカラーなんですけど、これをちょっと今日は使います。これ本当噂通り落ちづらくて、ツヤタイプだから乾燥もそんなに気にならなくて良かったです。うん、可愛い、いい感じ。よし、メイク完成いたしました。こんな感じです。ちょっとアップにしよう。マツパしてもらってからまつげの調子が良くて嬉しい。忘れてることないよね。私ハイライトもしたし、シェーディングもしたし、大丈夫だよね。最近はちょっとねツヤっぽいリップにハマったりしてますね。やっぱなんかツヤ系ってちょっと大人っぽくないですかあ、涙袋の書いとこう。こんな感じで笑った時にできる涙袋に色をつけて、ちょっと描きすぎだなって思ったら手でシャッシャッって動かす。ちょっと戻るんですけど、やっぱ本当にたくさんみんなそれぞれ悩みとか不安はあって、それにこううまくみんな付き合っていってるんだなって思うと楽になれたりするパターンもありますよね。自分だけじゃないんだっていう。でもやっぱとにかく話してみるとか、話すのが苦手っていう方は他に熱中できることを探すとか、あとはもう人生どうにかなるっていうモチベーションでいるとか、あとはもう今にフォーカスするっていうのも大事かもしれないですね。でも本当にね、こういう悩みってマジで尽きないし、ふとした時に来るじゃないですか。でしかも自分の心が多分弱ってる時にそういうのが来やすいと思うから、考え込んじゃうこともあると思うんですけど、だからなんかそういった時はまたこの動画見返してもらったりとか、本当にたくさんこうやってわーって来てくれてるから、まあ、少なくともね、少なくとも私のことフォローしてくれてる方でもこんだけいるとかっていう風に考えると、ちょっと楽になったりするのかな。あと本を読むっていうのもありましたね。結構確かに本、自己啓発系のね本とか読むのもいいかも。話す、友達に相談したりとかして話して、で言葉として受け取ってるのがあんまり得意じゃないっていう方とかは、やっぱ文字で読んでいくのもいいと思うから、そういう方は一回本読んでみるとかっていうのもありなのかな。いいかもですね。でもやっぱ好きなことを見つけるっていうのも大事ですね。なんか好きっていうエネルギーって本当にすごいなって思うから、まあ私もこう SNS で活動させてもらったりとかしてて、本当に昔から応援してくれてる方もいたりとかするんですけど、こうすごいみんながこう愛を伝えてくれたりとかして、そのエネルギーって本当にすごいなっていう風にいつも思ってるんです。本当になんか自分が好きなものがあったらそれに熱中できたりとか、何かが好きっていうだけでそっから幸せをもらえたりとかするわけじゃないですか、絶対的に。だし私もこうみんなに好きって言ってもらえるだけでそれが本当にエネルギーになったりするから、なんか好きなこととか好きな歌、好きなもの、好きな食べ物とか何でもいいけど、そういうのがあるとなんか一個逃げ道ができるっていうか、そのことをすごく楽しんだり、そのことにすごく熱中したりできると思うから、そういうものを見つけるっていうのもすごくいいなって思います。まあでも今言ったことが全てではないと思うし、なんかもし自分の中で今まだそういうなんか対処法だったりとか自分とのうまい付き合い方が分かんないっていう方は、なんかこの動画見て気になった方法とかを試してみて、でいろいろこう自分を理解していくっていうのも大事だと思うし、本当にいろんな意見があってみんなそれぞれ違う対処法だったり考えを持ってるから、だから考え込む人もいれば、逆にその考えから一旦離れて他のことに没頭してわざと
あえてその考えから離れて忘れてみるっていう方もいるから、それって結構真逆じゃないですか。もしまたそういうマインドになった時とかに、自分にはこの方法が合ってるとか、そういうのが分かってると自分の感情と付き合っていけるのかなっていう風に思います。まあでも本当悩みのない人なんて多分いないと思うし、まあ、だから自分をこう責めたりとかしすぎないで、無理しすぎないで、いろいろ逃げ道だったりとか、自分の心が救われる方法を探したりとか、まあ、自分とこう付き合っていくのが大事だなって思います。ちょっとなんか暗い感じになっちゃったかもしれないけど、まあ、でも逆にこの動画でポジティブになれる方もいるだろうし、ちょうどそういう自分の感情とうまく付き合えないとかっていうので悩んでる方がいたら、参考になってたりとかしたら嬉しいなって思います。たまにはなんかちょっとこういう動画もいいかなと思って、せっかくみんなにこういろいろ発信できるっていうメディアというかを持っているので、だから私の動画を見てちょっとでもなんかこう新しい気づきとか参考になることとかがあったらすごく嬉しいので、ちょっと今回はディープな話をしたんですけど、とにかく本当に一人じゃないですし、私も悩むことたくさんあるし、自分は自分しかいないので、逆に言うと自分を大切にしてあげて、うまく付き合っていけるように頑張りましょう頑張ろう。本当に人生大抵のことはなんとかなると思うので、頑張りましょう。はい、ということでちょっと髪の毛だけやってこようかな、エンディングだしせっかく、ということで一旦髪の毛やっていきます。はい、ということで髪の毛やってきました。こんな感じです。ちょっと前髪ね切ったんですけど、なんか切ったら細くなったかなちょっと短くしました。最近のメイクは結構本当にこんな感じでやってます。今日はちょっとカラーラインとかも入れたんですけど、まあ、ない時もあるし、でない時もなんかアイシャドウのカラーとかは今日やったみたいな感じでブラウン系のものを使うことが多いです。リップはこういったヌーディーなのもつけるし、もうちょい深いカラーとかをつけることもあるし、なんかもうちょいピンク系をつける時もあるし、結構リップはやっぱいろんなカラーのものを使ったりします。その日のお洋服とかによっても変えたりするんですけど、だいたい最近はチークの入れ方とかもこんな感じでやってます。ということでちょっと久しぶりのメイク動画だったかな、ぜひ参考になったら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。